三好秀幸8月29日昭和31年2月14日は、日本の実業家、政治家、元衆議院議員、参議院議員、元国務大臣北海道開発庁長官、鳥取県米子市名誉市民、三好家第10代当主、鳥取県平民、大正13年衆議院議員に初当選し、戦前に6回の当選を重ねた。 地元振興の貢献としては、山陰鉄道開通記念の博覧会に尽力したのをはじめ、山陰実業銀行を設立。戦後は、ラジオ山陰の開局に携わるなど、調整能力、行動力は抜群であった。家系は、清和源氏、小笠原氏の支流、三好氏、与米子道笑い町の商家に生まれる、三好常次郎の次男。県立。 第二中学校、東京の経過中学を経て、明治39年に、早稲田大学政治経済科を卒業。教理に帰り、三院日日新聞社を創立、言論をもって政治への思考を訴え、大正三年参院青年団を結成。県政擁護、地方自治新庁の論人を張る。九百十二年参院実業銀行を設立、陶取は、三好、専務は、 後藤海五郎。大正13年の第15回衆議院議員総選挙に無所属で立候補し初当選。昭和2年立憲民政党の結成に参加。戦前は与内内閣の陸軍政務次官、大政翼三回中央協力会議員、翼三政治会衆院部長等を歴任した。また院内では、商工委員会に属していた関係から岸信介と信仰を結んだ。 戦後日本進歩党の結成に参加したが、公職追放となった。追放解除後は、一旦民政級誘会を結成したが、竹智勇輝らと共に、岸信介を担いで、保守新党を結成しようと画策。国民民主党と合同して、保守新党を結成しようとする大麻、忠夫、松村健三らと対立し、 新日本政治経済調査会を結成。さらに、旧民政党系以外の政治家も加えて、日本再建連盟を結成し理事長に就任した。日本再建連盟は、昭和27年の総選挙に十数名の候補者を、擁立したが、当選したのは、竹地祐希一人だけで、三好を含めた他の候補はすべて落選。翌年の参議院選挙に無所属で立候補し当選。 昭和29年に本民主党の結成に参加し、第一次、鳩山一郎内閣の北海道開発庁長官に就任。昭和30年保守合同により自由民主党の結成に参加。日本基因副理事長を務め、後、昭和30年昭和31年には理事長を務めた。自民党結成後3ヶ月後の昭和31年2月14日。 東京第二国立病院において死亡。墓は、米子寺町の復元院にある。中学校時代の三好少年の面影を、後に同級生の加野清が解雇しているが、君は名門にして、不豪の子、私は貧乏士族の子、家庭も環境も大いに違っていたが、少年には、そんな差別はない。お互いに敬愛しつつよく遊んだ。当時の君は温厚、誠実で、 白石の美少年だった。別に、ふ勉強もしなければ、特に目立った存在でもなかったと言っている。騎士介が、菅もプリズンに入所中、三吉はたびたび騎士を訪問し変わらざる、友情を示した。騎士は、菅もから三吉に、雨となり風となるように嬉しきは変わらぬともの、情けなりいけるという歌を送っている。三吉が死去した後、 丸の内ホテルで開かれた、三好を忍ぶ会での挨拶に、友人の岸信介は、私が今日あるはすべてこれ、三好くんのおかげであり、もし私に足らざるところがありとすれば、三好くんがあまりにも早く、私と離れて高い下からに他ならないと述べ、出席者一同を、ほろりとさせた。三好について、昭和38年朝日新聞社観光の、 新人国記438から139ページに、与那子といえば、政界では、三好秀幸、参院切手の金持ちの出で、戦中は、翼三政治会の衆議院部長だったが、戦後は、岸信介の日本再建連盟理事長を務めるなど、岸を政界へ再起させる、総参謀役。そのため、保守合同の舞台裏で活動したが、合同の望みを果たして31年に死んだ。 今も話に残る、美男、国務省、北海道開発庁長官になったこともあり、県出身3人目の大臣、とある、ありがとうございます。